今日の動画始まるよ。皆さんこんにちは、八田エミリーと申します。今回は生理中男性にされて嬉しかったエピソードをちょっと募集しましたので皆さんにシェアしようと思います。ではどうぞ。よろしく頼むぞ。まず1つ目、手でお腹を温めてくれましたっていうエピソード。これ結構回答に多かったです。これもしされたら私でもめちゃくちゃ嬉しいなって感じます。でも手の温度がね、お腹より冷たかったらちゃんと逆効果なんだけど、温かい手でお腹を温めてもらえたらお腹に触れられてるっていう幸せもあるし、生理痛が和らぐっていう幸せもあるし、一石二鳥だ。じゃあ次、2人で出かける予定だったのに家でゆっくりしようと言って薬とかも買ってきてくれたりしたこと。めっちゃ優しい。これ女性の皆さんあるあるだと思うんですけど、男性とのデート中出かける予定だったのに生理になってしまった時、本当は男性とのデートも楽しみたいのに生理中で動くのもしんどいけど、せっかくの約束だからプランも変更しづらいしみたいな、なかなか言い出せない時ってありませんか？正直生理中に痛みと戦いながら遊んだりデートしてる方ってめちゃくちゃ多いと思うんですよね。なのでそんな時に相手の方から家でゆっくりしようって言われたら、なんて気が利く方なんだろうなって私だったら思います。あと薬も買ってきてくれるってすごい。私もいつも生理になって、あ、痛み止め買わなきゃないってなった時、もう痛みと戦いながら生理痛の薬くださいって言って頑張って言ってるから、これすごいありがたいと思う。次、カバンを持ってくれたこと。なんか生理中って腹痛だけじゃなくて全体的にちょっと血の気が引いて足が重かったり腰が重かったりっていうだるさがあるんですよね。なので何か荷物を持つことすらも結構辛かったりするんですよ。そういう時に男性にさってカバンを持ってくれたりしたら、もうさらに好きになっちゃいそう。これめっちゃ優しい。一緒に軽いコース料理食べたら最後がアイスなのに気づいて密かにケーキに変えてくれたこと。これってもしかしてアイスってお腹冷えるからケーキに変えられたってこと？こんな気遣いできる男性すごい。冷たい食べ物とか飲み物、生理中だったら余計に冷えやすくなって腹痛が増すから、冷たいものをできるだけ常温とかあったかいものに変えてくれるってだけでもすごい気遣いができる方だなって思います。これ絶対嬉しい、されたら。なんか皆さんの回答を見てると優しすぎる男性がめちゃくちゃ多いすごいコメントがいっぱい。次、あー辛い、お腹痛いって言った時に一緒に頑張ろう、乗り越えようねって声かけてくれたことです。こんなこと言われたいなんか腹痛も治りそうだよね。生理中の時ってメンタルの部分でもなんかちょっとホルモンバランスがね崩れがちなんですよね。いつもより情緒不安定になったり、いつも傷ついてない言葉でもめっちゃ傷ついたりするんですよ。そういう時に一緒に頑張ろうとか、大丈夫、乗り越えよう一緒にみたいな、そんなこと言われたらもう好き好きあと言葉で嬉しかったっていうエピソードが多かったのが、大丈夫っていう一言、これあるだけでめちゃくちゃ嬉しいっていうコメントたくさんありました。男性には分かってもらえないだろうなっていう考えが根底にあるんですけど、私の場合だから我慢しがちになっちゃうんですけど、男性といる時、その時に大丈夫ってあっちから声かけてもらえたら、あ、気遣ってくれてる、ちょっと頼ってもいいのかなみたいな、そんな感じになる。このエピソードもすごい。温かい飲み物とカイロをくれて、生理痛に効くアロマを焚いてオルゴールかけて寝かしつけてくれた、だって。そんなことされたい。これどれか一つされただけでもすごい嬉しいことなのに、5個ぐらい来てる。温かい飲み物とカイロと温かい服とかね、そういうのやっとけば結構和らぐと思うんですけど、さらに生理痛に効くアロマって何？知りたい。オルゴールかけて寝かしつけてって、いつもよりもすぐ寝れそうだよね。こんな、そんなこと今度してみようかな自分で。これも優しすぎる。生理にいいものを調べて買ってきてくれて、身の回りのことしてくれて
横でお腹さすってくれた。こんな尽くされたらめちゃくちゃ嬉しい。生理にいいものを調べるって、もう生理に対してちゃんと理解しようとしてくれてるその心意気、それがまず嬉しいですよね。こんなことされたら私感動しちゃうかも。でも逆にこういう女性もいらっしゃいました。逆に何も言われない方が嬉しい、変に同情されるとイライラすることもあるのでっていう。私はされた方が嬉しい派なんですけど、まずは何かする前に何かしてほしいことあるとか、逆にほっといた方が楽みたいな、そういう風に聞くとよりいいかもしれません。次、普段料理をしないのにあったかいコンソメスープを作ってくれたこと、美味しかったです。いやー、いいですね。自分が弱ってる時に誰かに料理とか作ってもらったりしたら、余計にその料理美味しく感じるし、その人からの愛を感じるし、あーなんかほっこりするしね、美味しいし、これいいね。なんか幸せな気持ちになってきた。代わりに家事をやってくれたこと、これもいいね。わ、ベッドから動けないのを想定して漫画などを貸してくれたこと、え、優しい。あとこれもあった、ひたすら横であたふたして何をしてほしいのかを考えてた姿は愛おしかったです。いや、わかるかも。自分のためにどうしたらいいかわかんないけど、なんかしてあげたいっていう気持ちがもう嬉しいですよね。次、鉄分系の飲み物を買ってきてくれたり、抵抗あるだろうにナプキンを買ってきてくれたこと、私もされたら嬉しい。血が出るからその分鉄分が必要になってくるので、鉄分系の食べ物とか飲み物を買ってきてくれたりしたら、すごい私だったら嬉しい。ナプキンを買ってきてくれること、これ私の目線だと男性ってそのナプキンとか買うとすごい抵抗あるんじゃないかなって思うんですけど、実際のところどうですか？なんかいつもドラッグストアでナプキンを買うとき、レジの方男性だったらちょっとね、恥ずかしいっていうか、あ、男性だってなっちゃうんですよ、私の場合。男性側はなんか意識とかありますか？だからナプキン買ってきてもらえたら、いいの？本当ありがとうって私だったらなる。ついイライラしちゃって暴言吐いてもごめんねって距離を取ってくれました。優しい。なんか生理中の時って本当に何でもないことでもイライラしがちなんですよ。それでむしゃくしゃしたり暴言吐いちゃったりすることあると思うんですけど、それを言い返さずごめんねって言って距離を解く、送って、大人の男性というか分かってらっしゃる。逆に私が男性側だったら、好きな女性に暴言吐かれた時、それがたとえ生理中だったとしても素直に傷ついちゃうかも。それかちょっとムッてしちゃうかもしれないから、それをごめんねって謝ってくれるってすごい優しいですよね。男性側も大変ですよね、その対応が。あとね、飲み物でココアを買ってきてくれるっていうコメントも結構あったんですけど、これ栄養学の本で調べた上でココアがいいって書いてあるみたいです。じゃあ、あったかい飲み物何がいいかなって悩まれた時、あったかいココアが一番いいかもしれません。私も知らなかったな、ココアがいいって。あとご飯作ってくれたっていうエピソードもたくさんあったんですけど、その中で特にいいなって思ったのが、生姜とか体が温まりやすい食材を使ったご飯とか、おかゆとかうどんとか、そういうものを作ってくれて嬉しかったっていうエピソードがありました。何作ったらいいかわからないっていう方は、風邪の時に食べるような食事だと消化もしやすいしお腹にも優しいからおすすめです。あと飲み物で言うと、さっきココアがいいって言ったんですけど、逆に避けるべき飲み物言います。カフェインとかアルコール、これはね結構体を冷やすから避けた方がいいかも。もし何か飲み物を作ってあげたい、買ってあげたいっていう時はココアもいいし、豆乳とか温まる作用があるハーブティーとか甘酒もいいって調べたら書いてありました。ぜひ参考にしてみてください。次、これめっちゃわかる。生理が来たらおめでとうって毎月言ってくれること、しんどいけどありがたいことに気づける。実家に暮らしてた時にお母さんによく言われてました。生理が来るってことが正常で、来なかったら逆に病気を疑う必要があるから、おめでとうなんだよね。だから自分ではすごい辛くて痛くて嫌だけど、おめでとうって言われただけでなんかちょっと嬉しい。だからこれすごいわかる。イラつくっていう女性ももしかしたらいらっしゃるかもしれないんですけど、私は嬉しい。これは
これは優しすぎない？生理日をメモしてくれて周期を把握してくれてること。すごいね。私自身生理日はアプリでいつも記入してるんですけど、男性もちゃんとメモして周期を把握してるなんてすごい。あと腰のマッサージとかね、めっちゃ腰がね、どんぐらいだろう、ぎっくり腰まではいかないけど歩けるけどズドンっていう腰の痛みがあるんですよ。腰のマッサージは嬉しい。スキンシップにもなるし。私が過去にされて嬉しかったことは、なんかなるべく自分が動かなくていいようにご飯買ってきてくれたり、外でデートするときはあったかい飲み物とか買ってくれたり、途中で休憩させてくれたり、そういう気遣いが嬉しかった記憶があります。これすごいわかるかも。お風呂気にしないで使って温まってって言ってくれた。実は生理中でも水中の中だと血って出にくいんですよ。なんかね、水圧で血が出にくくなってるらしい。なんだけど温泉とかだと生理中湯船に使っちゃダメっていうルールがあって、シャワーしかできないんですよ。けど生理中って体が余計に冷えてるから使った方がいいって言われてるんです、温めるために。だから同棲してるカップルとか家族で暮らしてる方だったら、生理中って湯船に浸からない方が多いと思うんですよ。それか一番最後に入るか。そんな中その彼氏がそんなの気にしないで体温まりなみたいな、入っていいよみたいな言ってくれたらとても嬉しいと思います。ありがとうございますってなる。コメント読んでたら幸せいっぱいでさ、心が温かくなりました。そしてこんなにも女性のことを思って行動したり何かしようとする、その心遣いと行動力、素晴らしいダンスがすごく多くて感動しました。男性側にもきっと言いたいこととか、もっとこうしてほしいとか、ぜひコメント欄で教えてください。じゃあ今日もちゃんとストレス発散していい気分のまま寝てください。じゃあまた明日頑張ろう。